どうも、うずです。本日の動画は人気のゲームソフト、コールオブデューティーブラックオプス4の話の、2回目です。2回目やらせていただきます。というのもプレイ時間の方がトータル、ゲームモードのトータルで15時間ちょっとを超えまして、なんとなく分かってきたかなというところでのお話になります。で、先にお伝えしておきますと、いつも動画見てくれてる方はうずさんの方がヘタレプレイヤーということはご存知だと思うんですが、ゲームチャンネルの方でも最近コールオブデューティーブラックオプス4の、生配信プレイ状況の動画をアップしております。まあ要は40世代のおじさんゲーマーヘタレプレイヤーの感想動画でございます。ちゃんとタイトルにつけといたからね、ヘタレプレイヤーの感想ってその辺での感想ということでよろしくお願いします。で、今回はモードごとの感想をちょっと簡単にね流していきたいと思うんですけれども、コールオブデューティーといったらやっぱりマルチプレイヤーモード、これが一番最初に話すべきかなと思うのでお話したいんですが、この動画を撮影している時点でマルチプレイヤーモードの私のキャラクターはだいたいランクの方が15です。ちまちまレベル上がって15です。上手い人はもう40とか50とかバーっていっちゃうからね。で、前回の初感動画と同じ感想で、やはりこの回転が速くて、やられてもすぐリスポーンして復活して戦場にガンガンね、ガンガン前行って打ち合って、で、マップ自体もそれほど広くないので、マルチプレイヤーモードの場合は敵とバタバタ遭遇してその戦えるっていうところがすごいスピーディーで面白いです。コールオブデューティーらしいってよく言われる要素なんですけれども、非常に遊びやすい、そしてだれない戦闘を楽しめます。ただここでポイントなのが、おじさんヘタレゲーマーの私としてはそのチーム戦って時点でちょっと引くんですよね。これちょっとこのゲーム苦手な方もよくわかる気持ちだと思うんですけれども、チーム戦ってなんかすごくその足を引っ張るっていう考え方ができてしまうものになっていて、で、特に今回のなんかおすすめモードって最初に出てきたじゃないですか。おすすめモード、あのコントロールっていうモードです。あれが特にひどいっていうか、初心者はきついなって思うところが大きくて、基本は攻守、攻撃と守りっていうのをしっかり分けて、チームごとに分けて、先に3ラウンドを先取したチームが勝ちっていうモードで、基本的にはゾーンの A と B を取り合って、そこをダッシュするか守るかっていう戦いなんですよね。まあでもこれだけだったらまあなんとかやれるかなと思うんですけど、一番ちょっと苦しいのが、このモードはやられすぎるとそれでゲームセットになるんですよ。ゲームセットがラウンド取られるんですよ。確か30回だったかな、チームの合計として30回やられてしまうとそのラウンドは落とす形になりまして、要は下手くそなやつが前線に出ちゃってやられまくると、どんどんそのチケットが減っていって、時間制限を迎える前にチームの負けが確定しちゃうんですよね。だからこのコントロールっていうゲームモードに関しては、キルレってよくその個人のねレベルを、強さを表すような数値ありますが、それが高めの人じゃないとやりにくいかなっていうのがあります。そのエイム力とかだよね、照準合わせてちゃんと打てるっていう、それがないと本当にね、あからさまに足引っ張っちゃうので、コントロールはちょっとやりにくいかなって感じてます。で、そのコントロールって呼ばれるモード以外何があるのかっていうと、このコアと呼ばれるもの、この中ではヘイスト、フリーフォーオール、キルコンファームド、サーチ&デストロイ、ドミネーション、ハードポイント、チームデスマッチと様々なモードがあるんですが、ほとんどのモードはチーム戦です。だからその中で唯一私がこう気兼ねなくやれるのがフリーフォーオールって言って、あの出てくる人たち、プレイヤーがその全て敵なんです。だからこっちがいくらやられても誰かの足を引っ張るっていうことはないですし、逆に何人倒せたかっていうところに挑戦できるので、自分の腕が上がっていく様っていうのが分かりやすいモードになってます。まあ、ただこのフリーフォーオールだけやっててもつまらなくなっちゃいますし、あのチームプレイのスキルが上がんないと思うので、まあ、結果的にはちょっと足引っ張るかもしれないんですけど、もうチームデスマッチとかドミネーションとかそういったものを繰り返しながら個人のスキルを上げていければいいかなというところは感じております。で、実際遊んでみるとね、その勝敗の結果の時にその何人倒したとかポイントをいくら取ったとか出るんですけど、その時に、まあ、結構ね、自分が言うのもなんなんですけど、同じクラスのね下手な方が結構混じってるので、まあ、そこまで考えなくてもいいかなと。別に何かの大会出てるわけじゃないですしね。なのでその辺はもうちょっと割り切ってチームプレイしてもいいんじゃないかなと思います。まあ、一番いいのは気心の知れた知り合いとか、あとはネット仲間とチームを組んで遊ぶっていうのが本当は一番いいんでしょうけど、まあでもコールオブデューティーは下手な人は長い時間かけないと武器のゲットとかスコアストリークの解放とかができないので、まあ、必然的に長く遊ばせられるシステムになってますので、だからマルチプレイヤーモードは特に下手くそな人は
根気強く遊んでると長く楽しめるかなと思います。すぐ死んじゃうんだけど、すぐ死んじゃうからいっぱい繰り返して遊ぼうみたいな気持ちでいいかなと感じます。で、大人気のブラックアウトモード、これのおかげで今回のコールオブデューティーブラックオプス4は初心者の人もより楽しく遊びやすい状況になったかなと思います。このモード自体は最近人気のバトルロイヤル形式、あの PUBG とか荒野行動、あとはフォーナイトとかがもう先にやってるモードなんですが、マルチプレイヤーモードってすごいガチの戦闘で上手い人がやっぱりすごい活躍するモードなんですよね。で、このブラックアウトももちろんそうなんですけれども、ただ生き残り、最後の1人になるまでは大変なんですけれども、残り10人、15人ぐらいかなになるまでは結構運の要素と、あとアイテムの使い方によって全然いけるので、そこまでを楽しむって面では初心者でも全然楽しめます。まあラストのね10人ぐらいになると、もうかなり円がね、フィールドが狭まってきて、相手の場所を特定し打ち合いになることが多いので、ちょっと上手な人じゃないとそこも生き残るのは厳しくなるんですが、まあ十分そこまでで楽しいです。で、マルチプレイヤーモードも共通だと思うんですけども、こちらのモードもやはり仲間、気心の知れた仲間とパーティーを組んで戦うと、周りの状況をお互いに見てフォローしたりとか、あの倒されそうになったらフォローする、守ってあげるとか、そういったこともできますし、すごくボイスチャットでやるとね、楽しく遊べます。実際自分は一人、あの深夜枠で、あの同世代の方で一緒に遊んでくれる方がいますので、今できたんですけど、その方とブラックアウト遊んでると非常に面白いです。で、片方の人がやられたら観戦モードになるんですけど、もう一人の方を見ていても、なんかすごくね緊張感があって、一緒に戦ってるんだっていうのを味わえてめちゃくちゃ楽しいです。で、実際すぐやられてしまって、二人でね、例えばやられてしまっても、まあ、すぐにまた次のゲーム始められるので、じゃあさっきはここできつかったから、じゃあこっち行ってみましょうか、ここだったら人いなそうですよねとか、そういうの相談しながら会話で、そのプレイがすごい面白いです。で、ブラックアウト遊んでるだけでも結構マルチプレイに活かせるようなエイム力とかも多少ついてくるので、これも繰り返し遊んでるとマルチプレイヤーモードとかゾンビモードとかも活かせてくると思うので、まあよくできてます。ただネットのレビューなんかを見ると、今回このコールオブデューティーブラックオプス4のバトルロイヤルモード、他にいろいろ荒野行動とか巨人、進撃の巨人とかコラボしてるんですっけ今とか、フォーナイトのその建物を組み上げて戦うシステムとか、そういったオリジナリティがあんまりなくて、ちょっといまいちじゃないかっていうレビュー記事を見たりすることもあるんですが、反対にあの一人称視点固定のコールオブデューティーらしいところがあったりとか、あとはあんまり複雑にせずに武器とパークを利用して、まあスキルなんですけど、スキルを利用して戦っていけるってところが、あのすごく遊びやすいっていう面につながってるので、私自身としてはすごい好感が持てます。ゾンビが出てきてね、そのゾンビを倒して新しい武器をゲットするか、そのゾンビを生かしてちょっとこそこそ隠れながらプレイヤーを狙撃するかっていう、そういうね駆け引きも味わえますし、まあブラックアウトは面白いです。ただマップをちょっと早めにもう一つ二つね追加していただけると、そのマップを選びながら遊ぶのもまた楽しくなるんじゃないでしょうか。それは今後のお楽しみですね。で、最後ゾンビモード、ゾンビモードなんですけれども、これはねちょっと難しい判断になるところがありまして、私まだ3回ほどしかゾンビモードはプレイしてないんですけれども、ソロでしかやってないんですけれども、何がちょっと悩ましいかというと、最初にビルド要素、自分のキャラクターをちょっとカスタマイズできるんですよ。そのパークをどうつけるかとか、エリクサーって呼ばれる薬品があるんですけど、このモードだけちょっと使うようなものがありまして、そういったものが初心者がプレイし始めると何のこっちゃか全然わかんないんですよ。ごちゃごちゃしてて。だからそういったところでちょっとわかりにくいなとは思うんですけど、実際始めてみるとめちゃくちゃ面白いです。ゾンビモードの中にも3つのステージが用意されてるんですけど、そのどれをやっても最初はゾンビがちょこちょこ出てきてくれて、で、そのゾンビたちがだんだんラウンドを重ねていくごとに数が多くなってきたり、強いゾンビが出てきたりして倒すのが大変になっていくっていうようなゲームなんですね。だからなんかこう最初の方にね、格闘武器で倒してポイントを稼いでおいて、そのポイントでいろんなアイテムとか自分をどんどんカスタマイズしていけば後半に持っていけるそうなんですけど、それがちょっとね難しいんですよね難しいです。ただこのゾンビモードも、その一緒にね夜遊んでくれてる方が面白いって言ってくれてたんですけど、やっぱりこちらの方もパーティー組んで戦うと、またこう守りながら戦ったり、会話しながらゾンビ倒していけるので、まあ、すごく面白くなるんじゃないかなと思っております。まあ、まだねまだちょっと人とやってないんで、ゾンビモードの方は。ただソロプレイの中でも、そのボットって言ってコンピューターをこうパーティーに加えて最大4人で1人でも遊べるんですけど、それをやった時にコンピューターがすごい強くて、私じゃ何度も倒されてるんですけど、もうどこまで行ってもなんか復帰させられちゃって、もうね2回目やった時にね、そのボットをね3人加えてやったらね、
死ぬに死ねないっていうね、変な感じになってしまいまして、結構コンピューターが強いですね。だから初心者の方はゾンビモードはそのコンピューターを取り入れてボットを追加して遊ぶと長くゾンビモードプレイできる感じになってるみたいです。はい、といったところで、コールオブデューティーブラックオプス4、まあ、15時間ほど遊んだ感想でもやはり面白いで、しかもまだまだ遊べそうな感じで非常に今回売れてるようなんですけども、販売数のはまだまだ伸びそうですよね。この勢いでしたら、あの口コミとか YouTube 動画とか、まあ、他の動画でもすごく実況プレイ動画が人気あるみたいですし、これから始めようかなと思ってる初心者の方いらっしゃいましたら、まあ、ヘタレプレイヤーのおじさんから言えることは、まあ、やられまくっても楽しみながらやれればいいんじゃないかしらという、そういうお話でまとめたいと思います。はい、今回の動画で初めて私の動画を見たという方、いろんなガジェット情報とか、ちょっと珍しいものではこういうスマートフォン発売前のスマートフォンのお話をしていたり、そういったガジェットレビューが多い動画になっているんですが、いろいろなゲームの話とかそういったものもやりますので、ちょろっと他の動画も覗いてみて気に入るような要素がありましたら、ぜひチャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。本当はね、コールオブデューティーとかゲームの動画を、その録画、今までやったみたいに PC で録画したいんですけど、ちょっと最近ね、ずっと使い続けていたゲームキャプチャーボードが調子が悪くて、録画ができなくなってしまってまして、それでゲームチャンネルの方は生配信ばっかしになってます。ただ、生配信の方は結構夜中に、まあ、コールオブデューティーか、ソウルキャリバーもやるかわからないんですけど、ちょこちょこと、緩く遊んでる動画を出していきたいと思いますので、ゲームチャンネルの方もちょっと覗いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。